はい、どうも、熊さんです。あの、今日のお話はね、あの、サザエさんです。これ、サザエさんね。あの、みんな大好き、サザエさん。で、サザエさんがね、実はね、サザエ宅って、磯野の宅って、あの、実はめっちゃお金持ちなんじゃないのと。 というお話なんですよ。で、なんでお金持ちなのかっていうと、あの、東京のど真ん中にこんなに広い家と広い土地を持っている。もうそれだけでですね、あの、富裕層なんじゃないかっていう話が出ていて、ちょっと面白かったので、動画で取り上げてみます。うん。で、あとでね、あの、実際の不動産のサイトを見ながらね、実はどんなもんなのかっていうのをね、ちょっと熊さんなりに見てみようと思いますので、そこも楽しみにしておいてください。はい。では、記事いきますね。え、サザエさんの磯野家の間取りを可視化したら豪邸すぎたと話題に、評価額がすごすぎるっていう記事なんですよ。うん。サザエさん

あの、下がね、えー、磯野家の間取りを描いた画像なんだけれども、これ実はかなりの広さがあることはわかります。はい。これ、サザエさんの家。都内でこれなら1億円もするなんて書いてあるんですよ。うん、確かにね、ここがほら、いつもの玄関でしょ玄関を抜けたら、ここにあの子供部屋があって、ここにはフグタケだね。サザエさんとマスオさんが寝てる部屋ね。うん。で、そのまま突っ切ると、今がここにあるね。はい、パパがいるね、パパね。うん、うん。ナミヘイがいるね。で、その奥に、 キッチンがあるそして今がねこれリビングルームにって考えたらいいのかなここリビングルームが2つあるんですよでここでこうお客様を迎えたりしてたしてでここであのよく活動がパあのー、波平に怒られてるよねそして、えー、ね何といってもこう日本伝統のこう縁側ねこう縁側があってでトイレがあるとでこれね三方庭があるんだよめっちゃ広いよねこの土地 普通庭ってね、一戸建てを買うとね、この辺にね、ちょこんってあるだけなんだよ、この辺に。でもね、三方庭なのね。で、子供たち走り回ってるじゃん。もうほぼ公園並みの広さなんですよ。うん、でね、えー、続けるね、磯野家の住所は、えー、東京都世田谷区桜新町という設定ですが、皆、えー、世田谷区でこのサイズの平屋だと、1億円どころではないという意見も出てますと。で、それがこれなんだよ。1億円どころじゃないですと。畳市場0.5坪で換算すると、部屋だけで44坪。 えー、風呂、玄関、物置などを入れておよそ50坪。憲兵率を一般的な50%で換算すると、土地面積で100坪ありますと。で、現在の伊豆の家がある、東京都世田谷区桜新町の坪単価は314万円なので、土地だけでも3億1400万円の大豪邸ですと。3億円っつてもそこら辺の芸能人よりもすごい家に住んでるっていうことになるね。うん。で、子供の頃、サザエさんを見て親近感を感じていましたが、大人目線で見るとかなりのビップぶりに驚きます。近所に 文豪も住んででいるほどの地域ですからねと近くに伊、ね、佐先生っていう、ね、あの有名な、ね、小説家が住んくらい、あの、格式の高い土地に、約100坪の土地を持っているのが磯野家ということなんですよ。これはね、完全にね、富裕層なんだよね。うんまあ、金融資産が1億円を超えたら富裕層、金融資産が5000万円を超えたら純富裕層とかになるから、実際にどれくらいの貯金があるかっていうのはわからないんだけれども、 ただ、あの、マスオさんも確か忘れた卒だっけ。うん。この働いてる二人はね、結構いい大学を出て、いいところに勤めてるんですよ。だから、二人で世帯年収はどう考えても2000万円を超えるんですね。で、あのー、二世帯で暮らしてるから、あのー、生活コストは通常よりも抑えれる、抑えることができているはずなんですよ。となるとね、 どうなんだろうねこの波平の年齢を考えても、実際貯金がね、5000万円ぐらいは超えてるんじゃないかなっていう感じはするんだよね。で、子供たちもなんか普通の公立高校,学校に通ってるじゃん。私立に行ってないでしょうん。 だからね、5000万円どころじゃない可能性が実はあります。二人ともエリートなんで。世田谷区にしかも住んでるっていうね。うん。でね、実際に現在の、現在のあの、この桜新町の土地ね、今いくらなのか、ここに家を建てようと思ったらいくら必要なのかっていうところから現在の評価額を調べてみたいと思います。で、これ不動産屋さんのサイトなんだけれども、まずこれほら、あの、桜新町、と駅から徒歩12分。 うん。で、新築2階建てを買おうとすると、えっとね、大体ね、ほら、えっと、三百百100坪って言ったでしょ、サザエ択。ってことは、平米に直すら、大体300平米くらいなんですよ。で、ほとんどが300平米で売り出してる土地なんかなくって、その3分の1、100平米くらいで売り出しています。だから、ここにある金額をね、単純にね、3倍してみましょう。そしたら、大体、あの、サザエさん択の評価額になると思います。はい、ざっくりだよ。うん。で、えー、まずこのご自宅ね、えー、大体92平米、坪数で言うと、大体30坪ちょっとくらいかな。うん。それでね、約8000万円から8000万円。 8400万円、かける算するとですね、2, 2億4000万円から、えー、2億5000万円ぐらいになるのかな、おお、すごいね。で、上の建物も入れると、もしかしたら3億円超えるかもねと、うん。で、次、こちらですね。約100坪の土地で 大体いい100坪の場合で1億3500万円、えー、100坪じゃない100平米だから35坪くらいかなだから大体2.5倍とか2.6倍くらいすると3億円超えてくるね確かにね、うん、でこちらのご自宅大土地は77坪大体、うん、いい30坪弱くらいだね二十何坪っていう感じだねだから3.3倍くらいするといいんだろうねこれをね大体6800万円だからこれを3倍すると2億円くらいかで3点数倍だからやっぱり2億5000万円くらいするんだねっていう感じ でこちらもそうかな、えー、土地がで、ね、大体100平米35坪くらいで、えー、1億1 0 0一千七7 8 0万円だから、えー、やっぱり3億円近くするねサザエさんの家、うん、とんでもないねでねちょっと熊さん心配になったんですよあのあんまりカツオ君って賢くないよね だからね、あんな高い土地相続して、その固定資産税とか相続税とか払えるんだろうかっていうのがあったんですよ。で、ちょっと調べてみました。 はい、すみません。これ、これですね。えっとね、大体ね、サザエさんの家をカツオ君が相続した場合に、どのくらいの相続税とかお金がかかってくるのかっていうのは、ここに書いてあるんですよ。ちょっと前の記事だけどね。世田谷区や、えー、目黒区みたいな、坪単価200から250万円くらいの高級住宅に、100坪の土地、まさに、えー、まさにサザエさん宅を購入し、そこに戸建てを立った場合、自分の子孫が平均的な収入しか得られなかった場合、代々その土地を所有し続けるのは無理でしょうか。立ちのほか土地の一部を手放すことになってしまう。 でしょうかという質問ですね、うん。でね、固定資産税は <laughs>、回答ね、固定資産税は一般的な住宅のローンや家賃に比べれば安いので、そのたび維持できなくなることはありません。維持できなくなるのは相続の時ですよと。<laughs> えー、相続人が2人以上いたときに土地を分割するか売るしかないと相続できませんからということで、あの波平が死んだ後、と、波平が死んでしまうと、非常にやばいと。 いうことだねこの記事だから言うとね。でもね、意外とね、その相続も大丈夫じゃないかっていう回答もあるんですよ。それがこれ、同居の配偶者や子供への相続などに限り大丈夫ではないかと思います。現在、土地の相続には特例があり、330平米まで評価額を8分の1に減額できます。これ佐々さん 入ってますね。で、壺250万円100坪とすると2億5000万円の資産価値ですが、3125万円に評価減になります。これなら非課税範囲に入りますね。他の資産があればまあ話は別ですけどと。で、今回相続税は大幅に増,額増税されましたが唯一小規模 住宅地の特例だけは上限240平米から330平米に引き上げられました高級住宅地の細分化を防ぐ効果は期待できますということでなんとかなるんだよねちょっと調べてみたらもし3000万円ぐらいのまであの評価額を下げることができるんであれば相続税はだいたい200万円ちょっとでした200万円くらいだったらまあ払えるよね普通のねサラリーマンだったらね、うん、というわけで、えー、磯野家はですねこの土地にですね今後もう住み続けることができるというところまで分かってきましたと、うんはい、というわけでねサ 庶民かとと思ったたら実は結構ででししいうお話でしたえ熊さんね、こういう感じでちょっと面白いなと思ったことをね、動画にしていきたいなと思っておりますので、もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。はいでは熊さんの動画終わります。バイバイ。